どうも皆さん、ごきげんよう。脳筋ハンクと申します。よろしくお願いいたします。はい、皆さんお久しぶりでございます。脳筋でございます。なんかね、星ドラ4周年記念ということなんで、新しい装備来ましたね。名竜装備っていうんでしょうかね。こちらめっちゃかっこいいですね。で、なんか運営さんからやたらと、ジェムの配布がありましたんで、今回これでないガチャ引いていこうと思います。こちらですね、ここをね、何個引けるんだろう、60連引けるんですね。60連引いてたら何か出るでしょう。はい、で、あとはですね、この辺もね、まだ全然引いてないので、こちらも、引いていこうかなと思います。それでは行きましょう。レディゴー。はい、じゃあまずはプレゼント福引き第1弾から引いていきましょう。これはなんだ、伝説の武具っていうんでしょうかね。どれを狙っていこうかな。まあ、どれ狙えるもんではないんでね、引いていきましょう。はい、無料なんでね、無料はしっかり引いていきましょう。はい、じゃあスキップしていきます。はい、あ、1個光ってます。あ、いきなり止まりましたね。まあね、言うてまだそんなにね、いっぱい持ってるわけじゃないんでね。なんだこれ、四角いな。はい、グレートシールド、これはね、外れ臭がすごいですね。なんか古そう、なんかすごい古そうですね、これね。デザインが古そう。さあ、これはなんだ、確定なんかな、これね。一個確定？そんな感じ？そんな感じじゃないな。これ、あかんやつやろ。絶対あかんやつや、これ。これはちょっと良くないな。まあまあいいでしょう。無料なんでね。無料に文句言えないですよね。くそ。はい、じゃあこれは終わりと。じゃあ次はですね、第2弾ですね。はい、こちら。竜神装備引いていきましょう。これは俺でも知ってますからね。これね、どこ引いてもかっこいいっすね。どこの部位でもいいから欲しいでござんす。はい、行きましょう。スキップ。あー、一個しか光ってないのじゃ。あ。なんだこれ。水の羽衣上。なんて残念なんだ。無料ってやっぱこんな感じなんでしょうかね。あんまり出ないっすね。まあまあいいでしょう。はい、無料に文句は言えないんでね、いいの欲しかったな。じゃあこれですね、黄金竜装備いきましょう。これは欲しいですよね。黄金竜の何かどっか持ってたと思うんですけどね、ちょっとはっきり覚えてないですけど、いきましょう。まあ黄金竜はね、どこ出ても嬉しい、強いですからね、黄金竜はね。いきましょう。まあ黄金竜はね、どこ出ても嬉しい、強いっすからね、黄金竜はね。はい、お願いしますよ。せめて2つぐらいは光っといてほしいな。はい、行きましょう。スキップ。おー、いいね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 。おー、めっちゃ光ってるやん。あー、止まった。いいぞ、いいぞ。あの星5は何だったろうが、わからんな。はい。あ、なんだこれ。よし、来た、来た、来た。黄金竜の冠来ましたね。かっこいいな、これ。いいぞ、いいぞ。はい、まだまだ止まっていきますよ。せーの、はい。あ、赤いぞ、なんだこれは。あー、はいはいはい、知ってる。わかりますよ、これ、わかります。ちょっと読み方ちょっとよくわかんないですけど、わかります。はい、あー、なんかセットで出てきましたね。これピックアップやったんかね。はい。まあ、無料分はね、こんな感じですね。まあまあね、無料なんで文句言わないですよ。もうちょっと欲しかったけどな。はい、次、これ。銀河の剣、神話の鎧、引いていきましょう。銀河の剣ね、覇王山ついてますね。これは欲しいでござんす。これはどこ引いてもいいですね。これもね、強いですから。さあ、お願いしますよ。はい。あー、くそ。もうスルーですね、これ、スルー。なんか、目玉焼きみたいなの出ましたね。はいはいはい。まあまあ、OK でしょう。無料なんで文句言えないですからね。もうちょい出るよな、いいのな。あとはもう引くものはないですかね。ちょっとこれ一回だけ引いておきましょうかね。黄金竜の無料分。はい。まあ、これはあんま出ることないと思いますんでね。まあ、これはスルーしておきましょう。え？おい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 。無料で出ちゃったよ。マジっすか。いや、これは来とるわ。これ流れ来てますね、これね。本番の流れ来てますよ、これ。まさかそこで出るとはな。これで一応引くものは全て終わりましたね。じゃあ、本命の名竜装備のガチャを引いていきましょう。ちょーっと待ってほしいんやけど、なんかさ、おかしくない？
何がおかしいかって、ジェム減ってるよね。俺どこかで普通にガチャ引いてましたよね。いや言っといてや、ジェムいるんやったら。全然気がつかんかってんけど、黄金竜か、黄金竜なのか、俺そこでジェム使ったのか。最悪ですね。じゃあこのガチャ50年になりましたんで申し訳ございません。じゃあこのね、ガチャをね、名竜装備50連引きたいと思います。行きましょう。はい、じゃあまず10連目行きましょう。とりあえずどっか出てほしいな。まあ多分ね、50連で全部コンプは不可能だと思いますんで行きましょう。はい、2つですね。これ確定分だけが光ってると。あー、なんてピンクピンクしているんだ。バスターウィップ多分いらないでしょうね。プリンセスローブはいらんやろね。はい、オッケー。くそ、なんでもいいから、どこの部位でもいいから、とりあえず欲しいですねこれね。はい、じゃあ20連目いきまーす。はい、おお、めっちゃ光ってる。5個光ってますよ。確定分以外で3つ光ってる。お、これはこれはこれは、よっしゃー、名竜鎧下いただきました。なんかゴツゴツしてますね。オッケーです。おまだ揃うんじゃう、これ上来い、上。さあ揃ってほしい、揃ってほしい。これは何でしょうか。日輪のコン、知らんな、知らんものが出ましたね。まあまあまあ、いいでしょういいでしょう、まだまだ光ってますからね。止まれ、あーっと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 、おー来た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 、止まった止まった、来いよ来いよ。まあ上来い、上揃ってほしい。あー、これはあかんやつや、これはあかんやつやろ絶対に。もうシンプルすぎるわこれ。なんかもう俺の普段着によく似てるわこれ。はい、まあまあまあ、オッケーでしょう。とりあえず鎧下が出ましたね、いいんじゃないですか。はい、30連目いきましょう。剣が欲しいな。剣やったっけ、剣じゃないな、なんかあの爪みたいなやつ、あれかっこいいですよね。はい、あー確定分だけ、これやばい、止まってくれ。おしょ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 し、さあ何来るでしょう。はい、わー世紀末グレートヘルムですね。これはもう多分初期中の初期装備じゃないでしょうかね。まあまあいいでしょう、新規ならいいでしょう。はい、もうこう止まるドキドキがなくなりますけどね。はい、刀身かー、まだ持ってなかったんか、この辺もね。まあ、新規出ましたね。新規が2つも出ましたよ。まあまあ、OK でしょう。はい。残り20連ですね。ポンポーンと行きましょう。いやー、なんか、これね、ジェム、3000ジェム使ったんがね、非常に悔やまれますけど、まあ、なんかいいの出ましたよね、あれね。まあまあ、いいでしょう。はい。さあ、来い。オーケーオーケーオーケー。4つ光っております。止まりましたね。これ熱いんじゃないですか？出る可能性が。はい。あ、大天使やろ、これ知ってんねん。これ俺知ってんねや。もうね、色でわかるからね。もう色だけでも俺わかるから、もうセンスを感じるやろ、これ。まあまあいいでしょう。持ってないんならオッケー。あ、止まりましたね。いい感じですよ。結構止まりますね。あー、来たわ。これ絶対来てるやろ、これ。名竜の弓、来ました。いいじゃないですか。なんかあの画面の配置おかしいよね。もうちょい下やろ、それ。あ、もう一回、もう一回。名竜来い、名竜。あー、キラーピアス、知ってんねん、俺これ。知ってる、知ってる。知ってんねん、俺これ。別のゲームで俺知ってるから、これ。オッケー、オッケー。まあまあ、いいでしょう。はい、もう一個。あ、目玉焼きね。まあまあまあ、オッケー、オッケー。これでね、名竜装備が2つ出ましたよ。これ、ラストになりますね。なんでラストなのや。もうあと10連引けたはずなのに。悔やまれる。さあ、ここでね、いっぱい光ってもらおうか。お願いします。はい、オッケー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 、1個光ってる。あー、はい、チュンチュン。まあまあまあ、いい引きではない。50連でね、2つも出たら、いやまあいいんじゃないですか。何が出たんだっけ。ね、鎧下と弓が出たんかな。はいはいはい、これでも結構いいんじゃないですかね、これ。なんかメラゾーマみたいなやつが、なんか使えるみたいな、使える的なやつなんでしょうかね。で、鎧下。名竜の鎧下スキルの復活呪文は、復活の石を持っている状態でパーティーが全滅、で復活の石を効果で、
復活します。もう一度パーティーが全滅した時に復活の順番の効果で復活しますと。 OK、 いいじゃないですか。まあまあでも悪くなかったですね。まあ、今回4周年でね、かなりガチャも引かせてもらったんでね、何も文句言えないですよね。もうちょっと惜しかったけど、はい、という感じでしょうかね。どうせならね、もうあと単発3回引いておきましょうかね。もう置いててもしょうがないんでね、ここはね。どうせね、また欲しいものがあるときは課金しますんで、はい。さあ、来いよ。なんかね、最近は単発のね、確率、俺めちゃめちゃいいんですよね。星5出る可能性が非常に高いんでね。もしかしたら引けるかもしれないんでね。はい、お願いしますよ。2回ジャンプしてくれたらもう確定でしょう、もう。はい、はい。おい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 。はい。ラストですね。はい、行きましょう。さあ、来るか？単発神よ。我に力を。はい。あ、来た！はい！あー！なあ、でもね、来るでしょう。単発神宿ってますからね。インテリローブはいらんなー。はい。オッケーでーす。はい、という感じで、まあ、お久しぶりにね、あの星空の動画上げさせていただきました。まあ、名流装備もね、まあ、そこそこっていうかね、鎧上と、まあ、弓が、まあ、手に入りましたんで、まあ、使っていこうかなと思います。これめっちゃかっこいいっすよね、これね、この装備ね。ちょっとね、上下欲しかったところですけど、まあまあ贅沢は言えないですね。頭装備もめっちゃかっこいいよね。まあ、もし欲しい時はね、また課金しようかなと思います。はい、という感じで今回の動画を終了させていただきます。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。